今回史上初めて無観客で TGC は開催されたんですけども、いかがでしたか？あ、可愛い。雰囲気やっぱさっきとちょっと違うよ。じゃあエリカちゃんにとって TGC っていうのはどういう場所ですか？皆さんこんにちは、スタイリストの深見です。本日もビビモデルのエリカさんをお招きしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、エリカちゃんと TGC についてお話をしていきたいと思います。ということでエリカちゃん、今回史上初めて無観客で TGC は開催されたんですけども、いかがでしたか？でも無観客とはいえすごい緊張しました。なんで？カメラがどの方向から撮れてるか分かんないんですよ。まあ、私あと暗闇に歩いていく感ね。そうなんです、暗闇の中こっちでカメラ撮られてるのかどこから撮られてるか分からず、常にカメラの目が向けられてるって思いながら歩いてました。観客とか自分のファンの方とか見つけるとこうやってわーって手振ったりできるじゃないですか。でもそういうのができなかったんで、ちょっと不思議な感じではありましたね。今のお話でも緊張するってありましたけど、あなたが何か緊張するのをほぐすためにやってることはあるんですか？緊張をほぐす。でも緊張ってほぐれなくないですか？ほぐれない。ほぐれないから、もう緊張しちゃったらもうそれはしょうがないって受け入れるんじゃないですか？ああ、そういうこと。多分もう受け入れちゃいますね、きっと。でもほらで緊張のまま歩きます。ああ、でもそんな緊張するように見えないですよね。皆さんにもちょっと動画見ますよ。これロイヤルパーティーの時のあなた、これ緊張してんの本当に？え、緊張してますよ。やだ、嘘だ、あんた言いたいだけでしょ緊張って。違う、これは大丈夫よ。あ、この例えば尺の長さとか、この、カメラに向かって止まってなきゃいけない時間とか、やっぱ全部飛んじゃうんですよ、頭の中で考えてることと実際やることが。 TGC って、意外と厳しくって、裏側がセンタートップに立ったら3秒ブローを浴びながらポージング決めてください、その後戻ってる時の途中のところのこの場見てターンしてください、意外とあれあるんですよ。それちゃんと考えてやってるんだ。頭の中ですごい考えてるんですよ。ちゃんとできてたよ意外と。でも3秒足りないくないですか？あのね、あれはね1秒でいいんだけど、3秒って言われてあなたたち 0.5 で帰っちゃうからよ。あそこに立ってる多分体感とここでやる時間って全然違うじゃない？全然違います。だから3秒って言ってる、だからこれで完璧よあなた。じゃあ次の見ましょうかね。次のがムーアさんの製品にご登場いただきますか？あ、可愛い。雰囲気やっぱさっきとちょっと違うよ ね。とてもあなたメイクで本当に変わるんですね、お顔が。嬉しいです。可愛い。え、これも緊張してんの？これはでもちょっとさっきよりは長かったかな。これも本当に緊張してんの？緊張してますよ。どう緊張してんの？じゃあ言ってみ。頭の中で例えばこういうのがしたいっていうのはあるんですけど、自分の歩いてる時のテンションとか、バックミュージックとかも全部本当の本番になるとやりたいようなことがうまくできないことがやっぱ多いですね。あ、でも言ってることは分かる、緊張しちゃって体がすくむ人もいるわけだぐらいだから、それでも一応歩かなきゃいけないからってことよね。ちょっと無理してるからね体には。それで行きます。じゃあどのタイミングでじゃあポージングしようと思うの？考えることをやめます。でも、あ、なるほどね、もう自分の体がこうしたいっていうのを受け入れてあげちゃう。でもなんかすごい、あなた多分向いてるんだろうね、モデルさんに。向いてますかね。向いてると思う。それなりにとても上手。あなた、自分は今今日これ自分メイクでしょ？自分メイクです。自分でメイクするときはどういうところをこだわってやってるんですか？自分でメイクするときはまつげとかですかね。ね、まつげ十分長いよ。目を強調したいから、下まつげもちゃんと塗るし。なんで目を強調したいの？なんで？十分でかいわよ。例えば人とこうやって会話してるとき目って見ること多いじゃないですか。で、その見られてる時とかやっぱ意識したい場所じゃないかなって思ってます。意外とアラコンとかはつけないんですね。つけないですね、あまり。つけるとやっぱどうしても顔が幼く見えがち、ティーン系になっちゃうから。自分は大人っぽい服とかが好きなので、そういう大人の雰囲気にしたいってなったらあんまカラコンはつけないかなって。モデルさんはいつもカメラの前ですけど、こういう、まあ、今回は無観客でしたけど、人前に出るってなるってあんまりまあ少ないじゃないですか普段の生活では。そういう時に何か準備してることとか、 TGC の前の夜に何かやってるとか、部屋のケアとか何か特別なことがあれば教えてください。特別なこと、もうお風呂にずっと入ってますかね。どんぐらい？1時間半とか入ります。それはお風呂の中に何か入浴剤とか何かやってるんですか？あ、バスソルト入れてます。名前わかんないんですけど、ヒマラヤソルトかな。ヒマラヤ岩塩だかな、多分そういう系のピンクソルトとかそっち系だった気がします。なんでバスソルトをいいんですか？入れると代謝が良くなるっていうのを何かで見て、すごい汗かきやすいので汗かいてたくさん体の悪いものを出してあげて、次の TGC に向けてもう体の水分も全部出してもうポカポカな気持ちで
え、何飲むの？その1時間半って結構脱水の危険よ。でもちゃんと水分補給を取ります。水飲むの？水とあと中に塩を入れて塩分もちゃんと取ってやってます。へえ、まあ、ちゃんとケアしてるんですね。そうですね、体に負担かけることはね避けたいから、おしゃれとかするためには自分のインナーケアとかもしっかりしたいし、あのいい状態を長く続けることの方が綺麗でいられますもんね。うん、そうですね。なるほど。じゃあエリカちゃんにとって TGC っていうのはどういう場所ですか？やっぱモデルとかやってるとあんまりファンのみんなに会う機会本当にないんですけど、TGC を歩いてるとみんながエリカちゃんとか応援のボードとか器持ってこうやってやってるのがすっごい嬉しくて、やっぱ TGC ってネット配信とかもされてると思うんですけど、それをストーリーに乗っけて、でエリカちゃんこういうお洋服着てた可愛いとか、エリカちゃんのこの着たお洋服買いたいなとか、そういうメッセージが来るためにあモデルやっててよかったなと思うし、なんだろうな、自分のモデルのやりがいを感じさせてくれる場所だと思ってます。なるほどね、モチベーション確か投げさせてくれるよね、はい、お客さんが、もちろん普段からインスタグラムとかで応援はされてるだろうけど、はいはいはい、より面と向かって言われる。そうなんです、面と向かってもそうだし、やっぱ言われる数も違うじゃないですか、うん、1日に 何万人も見て、こうやって言ってくれるんで、そうですね。なるほどね、じゃ あのもちろん来てるお客さんはモチベーション上げに来てるわけだけど、おしゃれしたいと、うんうん、あなた自身もモチベーション上げてもらってる感じだよね。はいはい、もう上げてもらってます、もうみんなの応援で、もうエリカちゃんっていうので本当に励ませてもらってます。なるほど、はい、ということで本日はビビモデルのエリカちゃんにお話を伺っていきました。この番組が良かった方はチャンネル登録ボタン、高評価、グッドボタン、コメントなどお寄せください。本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。